吉川沙織は、日本の政治家、立憲民主党所属の参議院議員、NTT 労組出身の情報労連組織内候補、選挙時は、吉川沙織名義を用いる。徳島県出身、北島町立北島小学校、北島町立北島中学校卒業。1995年3月、徳島県立城の内高等学校卒業。 1999年3月、同志社大学文学部文化、学科教育学専攻卒業。同年4月、日本電信電話株式会社入社。大阪支店、法人営業本部、京都支店で勤務。2003年3月、同志社大学大学院総合政策科学、研究科博士前期課程終了。2004年に民主党の公募に受かる。東京に行き、 情報産業労働組合連合会の仕事を行う。2006年7月、西日本電信電話株式会社退職。2007年の第21回参議院議員、通常選挙に比例区から民主党公認で出馬し、30万6577票を獲得等第2位で初当選。選挙区、比例区合わせて最年少当選。2011年9月、 参議院総務委員会理事。2012年4月、総務委員会筆頭理事。2013年、第23回参議院議員通常選挙に、比例区から民主党公認で出馬し、党第6位で再選。2013年9月、民主党政調会長代理。次の内閣ネクスト官房副長官、ネクスト総務副大臣。2016年1月、 議員運営委員会筆頭理事。2018年5月の民進党と希望の党による新党には参加せず、5月7日に民進党を離党、立憲民主党に入党を申請、翌8日の常任幹事会で入党が承認された。2019年7月に行われた第25回参議院、議員通常選挙に比例区から立憲民主党公認で出馬し、 党第4位で参戦を決めた。2020年9月に立憲民主党と国民民主党が合流して結成した新党立憲民主党に参加。同11月には出身地である徳島の党徳島県連上任顧問に就任。旧民主党時代からいずれの都道府県連にも所属していなかったが、今回初めて所属することとなった。 AB 組織内議員の情報通信政策への取り組み ABCDEFGH 公式プロフィール第83回吉川沙織議員ミワチャンネル突撃永田町2021年3月25日閲覧2007年参院選民主党比例代表開票結果読売オンライン2013年参院選民主党比例代表開票結果 朝日新聞デジタル。常任幹事会。国会議員11名の入党。佐々木隆弘組織委員長の選任などを。決定立憲民主党。2018年5月8日。党徳島県連結成大会参議院議員。吉川沙織公式サイト。朝日東大谷口研究室共同調査。朝日新聞。2019年7月8日閲覧。 ABCDEFGHI2013 年参院選毎日新聞候補者アンケートありがとうございます